はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回のなおチャンネルは、なんと私今東京ビッグサイドに来ております。なんとですね、今日こちらでですね、第60回全日本模型ホビーショーというものが行われるんですが、すごいです。今上から見てたら、見て見て、ずらーっとタミヤさんがまず目立っておりますけども、いろんなブースがあるんですよ。ちょっといろいろ見てみたいと思います。楽しみ。もちろんね、模型ホビーショーというんで、ミニ四駆はもちろん、あとはプラモデルとかいろんなものがあると思うんで、ちょっとこれどんなもんか行ってみたいと思います。さあ、まず最初はもちろんタミヤさんですね。そしてタミヤさんのミニ四駆のブース発見しました。こちらです。わあ、たくさんもうキラキラと輝いておりますよ。かわいい。キット、この発売される2レーンのキット、サーキット、そうか、2レーンって確かに走ったことない。かっこいい。失礼します。40周年、40周年なんですね、ミニ四駆ね。そっか、私41歳だから1個違いなんだ。そっか、そうか、ミニ四駆40周年、へえ、歴史がありますね。あ、こちら、あ、シェバリア、シェバリア、かっこいい。これ何これ、スキッドシール、バンパーやシャーシ裏に貼り付けることでコース路面に接触したときにスキッド効果を発揮してスピードの低下を抑えます。スピードの低下を抑える、だからブレーキの逆ですよね。へえ、こういうのもあるんだ。なんかこのアルミホイールもかわいい、かわいい。うわー、すごいね。これが最初、初代ですか、フォードレインジャー1982年7月発売、もう生産は停止。うわー、かっこいい。そして、あ、これターボって有名ですよね、ホンダシティターボ。なんか見たことある気がする。84年の2月だって。そこから87年5月モンスタービートルジュニア。すごいタイヤの大きさが大きいですね。すごいすごい、この移り変わりすごいですね。形が全然違いますね。で、90年サニーシャトル、91年ロータスタイプ。あ、ドライバーさんがいますね。で、86年ホットショットジュニア。へえ、ダッシュ四駆郎が87年連載開始。そっか、私もだから弟が読んでるのを読んでたんで、87年でしょ、私が81年生まれだから6歳、弟が4歳から連載し始めたんだ。漫画のレッツ&ゴーが94年に連載開始して、でスーパージャパンカップ94年開催。あー、すごいですね。でジャパンカップ95年、すごい。初代ミニオンファイター涙の引退で、2代目のミニオンファイター登場。うわー、こうやって歴史見ると面白い。あ、じゃあ MC ガッツさんは2006年の6月に MC ガッツさん登場。長いですね、じゃあね。リモートでね、ご挨拶できましたね。西武ライオンズスペシャルだって、すごい、かわいい。へえ、広島カープとのコラボはないのかな。これなんだろう、なんか楽しそう。ラジコン、ラジコン動かせるの、すごい。わあ、すごい。こんにちは、こんにちは。これって今どういう感じなんですか、遊んでるんですか。遊んでるんですか。そうですね、難しいですね。私も遊びたいんですけど、
遊べたりしないんですか？じゃあ、準備します。あ、お願いします。ありがとうございます。わー、いいんですか？わ、私初めてなんですけど、はい、教えてもらってもいいですか？はい、まず、はい、左手でここを握っていただいて、はい、人差し指をここの間に入れます。ここはい、で、握ると前に進む。はい、握ると、握っていいですか？はい、いいですよ。おー、進んだ。で、右手はここの丸いところに入れていただいて、はい、前の方にひねると右に曲がります。あ、本当だ。自分の方に曲げると、あ、タイヤの向きが、はい、前輪が変わりますね。はい、はい、こんな感じで、はい、あ、やってみます。握りながら右にやったり左にやったり。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。トラックにぶつけないでくださいね。絶対ダメですよ。絶対ダメ。それはやんない。やっちゃダメ。絶対ダメ。振りじゃないですよね。絶対ダメ。いきますよ。じゃあ握りますよ。走ります。おー、おお、あ、へえ、面白い。あの坂上がってみていいですか？はい、あ、上がってもいいのかな。ちょっとこっちの、あ、はい、かわいい。ピンク、マイティフロックミニという商品。へえ、かわいい。お願いします。ピンクで、はい、女性受けもいいかな。あ、そうですね、かわいいです。タイヤがまたちょっと違う。あ、タイヤでしょうか。あ、すごいすごいすごい。おお、早い。はい、ありがとうございます。もうじゃあ大丈夫ですね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いきますよ、せーの。あー、すごい。かっこいい。楽しい。ありがとうございます。すごい楽しい。一つだけ違うことがあって、これ3人で倒れちゃうんですよ。あ、はい、これ右側に倒れてるんですか？はい、で、右側にこれを傾けます。そうすると、おー、起き上がるんだ。かわいい。倒れた方向に倒してあげてください。はい、わかりました。ちょっとやってみます。一緒です。うわー、うわ、かわいい、かわいい。あ、あ、バックはこうです。あ、あ、ごっつんこしちゃった。やってみます、せーの。あー、ずれた。ずこ、ずこ。あ、おー、きた。うわ、かわいい。おー、違う違う違う。うわー、難しい。あ、あーやーん、誰。いきます、せーの。おー、あー、回転。回転してでんぐり返ししちゃった。ありがとうございます。お姉さん楽しかったです。ありがとうございます。いや、初めてラジコン触ってすごい楽しかった。ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。すいません、今ですね、あちらでラジコン初めて触ったばっかりなんですけど、はい、まだ何も知らないのでちょっと教えていただいてもいいですか？はい、お願いします。はい、こういった形で、はい、かっこいい。ツーリングカーっていうかで、こんなに大きいんですか？大きいんですけど、10分の1スケールなんですけど、最初から工場で塗装も済ませて、塗装も済ませて、組み立てて、もう調整も済ませた状態で、はい、箱から出してすぐ走れるような状態にしているモデルを、はい、準備しております。すごい、いろんななんかステッカーが貼ってあって楽しいですね。はい、全部塗装も済ませてあります。あ、もう済ませて、ステッカーも貼った状態で発売しています。そうなんだ。まあ、実車と一緒なんですけど、もうこれモーターですか？そうですね、モーターで、これが駆動を伝えるシャフトドライブ、はい、シャフトというものなんですけど、はい、これがバッテリー、電池、はい、これが動力源のバッテリーで、まあ、かっこいい。もうなんか中見るとすごい難しそうだけど。すいません、バトンタッチありがとうございます。はい、こんにちは。こちらはどういうコーナーですか？こちら、シャーマン戦車と言いまして、はい、アメリカ軍の戦車で、まあ、1940年頃から生産されて、まあ、世界で最も生産された数が多いと言われている戦車ですね。すごい。で、それを、35分の1のスケールにしてモデル化しました。へえ、かっこいいですね。はい、ありがとうございます。で、これラジコンでちゃんと動くんですよ。すごい。はい、で、これが、まあ、送信。ああ、こういう形なんだ。はい、あ、さっきのあちらのこういう握るタイプとはまた違うんですね。そうですね。あちらもホイールタイプといいまして、まあ、ステアリングホイールなんです。これはスティックタイプといいまして、このスティックを動かすことによって、操作します。
わすごいすごい。更新、そして旋回することもできます。うわすごいかっこいい。かっこいいですね。戦車特有のですね動きがありまして、左右の、まあ、あの2体まあケタピラってなんですけど、これを逆に動かすことによって。その場で回ることができます。うわその場で回ってますね。面白い。こういったあの自体をつけた車両の特徴の一つでもあります。そっか、タイヤだともこの動きは四輪だとできないですよね。面白いです。で、戦車ですので、はい、すごい怖い怖い怖い。攻撃してきそう。すごいすごい。今回この製品の特徴の一つとして、はい、組み立て式の擬態、はい、まあ、擬態というのはさっき言ったようにこの部分。あすごい、うんうんうん、あすごいすごいすごい。わーすごい。これがですね、一つ一つ組み立て式になってます。本当だ、繊細。非常に細かいんですけども、うわーこれパーツなくさないようにしないと。こんな繊細なんだ。そうですね、この柔らかい感じですね。なんだかあの旧来の製品ですと、うんうん、こういったゴムベルトみたいなものを使ってまして、あ全然違いますね。滑らかなんですね。はい、ありがとうございます。さあこちら見てください、タミヤデコレーションシリーズ。これやりましたね。やりましたやりました。小学生の女の子と対決しましたけども。楽しい、これ楽しかったですよ。なんかこうほらほらこうやって焼き色をつけるのとかね、これハンガイさんに教えてもらいましたよ。うわーすごい繊細、かわいい、いちごとかかわいい。いろいろあって、こちらとかね、うわーこれとかすごいキラキラしてる、かわいい。これ絶対女の子好きね、みんな。かわいい。ほらほら本物みたい、このクオリティ。食べれそうですもんね。うん、クマとかこのアイスのこの感じ、歯ブラシでこうやってやりましたやりました。その動画もぜひ見てくださいね。楽しかったね、夢中になっちゃったね。あこんなのもあるの、え何これ、かわいい。かわいい、美味しそう、美味しそうね、これちょっとかわいい。こういうのね、なるほど、体験もできるんですってよ、いいですね。いやちょっとタミヤさんだけであっという間にもう1本いけちゃったと思うんですけど、まだまだ回りきれてないので、この続きはまた別の動画でお届けしたいと思います。ちょっと今回初めてラジコンやったんでちょっとハマりそうです。またやりたいと思いました。ということで今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そして引き続きチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、及川奈緒でした。さよなら。